まあ、まずは、あの素の状態で。はい。まず、村崎さん、すいません。機械が苦手な人とかも結構多いもんですから、これとかこれとかを、こういうのは何なんだみたいなところは。これパソコンです。はい。こう、ね。パソコンですね。はい、iPad、iPad じゃないですよ、皆さん。iPad じゃないです。ASUS で ASUS ですからね。Android タブレットでもないです。はい、Windows 8.1 が動いてます。ですね。まあ、はい、まあ、パソコンだと思ってください。はい、ノートパソコンとか、ね。普通のノートパソコンと同じです。うん。ちょっとちっこいだけです。うん。まあ、スペックも Atom の3780かな。おぉ。で、メモリも2ギガしかないんですけど、バーチャル DJ 楽勝で動きます。さすがですね。何の問題もなく動きます。で、これは大体、まあ、今、現在、2016年の秋現在ですけど、大体どれぐらいの。このスペックより、ちょいいいものが2万円ぐらいで買える。やばいっすね。普通の家電屋さん行っても3万切る値段で買えるんじゃないかな、はい。やばいっすね。なるほど、なるほど。セットでもこれ3万円ぐらいで買えちゃうみたいな。まあ、中古で買っちゃえばね、これが 1.5 万ぐらいで中古で買えて、うん、プラス1万でとんでもないですね。で、まあちょっとこれキーボードないんで、キーボードです。あ、なるほど。あ、これキーボードなんですね。キーボードです。あ、これは あくまでおまけですから、ただこれ慣れてない人が見るとこれマジ何なんだみたいな。これ DJ 関係ないです。 DJ 関係ないです。こいつを操作するためのキーボードです。基本的にタッチでやるような風になってるんですけど、キー入力がこういうものがあると便利なんで、たまたま持ってきてもらってるだけなんで、まあこれ関係ないです。まあ Bluetooth で動くキーボードですね。はい。で、おなじみの、はい、パーティーミックスということで、ね、で、これが作曲再にロードしたんですけど、はい、でもすでにインストールは、していただいてると。で、結局紫さんのまあすぐにご連絡いただいたじゃないですか、うん、これができないと。これができないっていうのは、ちょっと何かちょっと皆さんに教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね。これホットキュー4つまで設定できるんですけど。これね。はい。はい、これ4つ設定したら、このコントローラーでは消せないんですよ。はい。なので、よいしょ。ここで、1、2、3、4。うん。そうですね。で、設定して。はい。はい。それぞれいけるんですけど、うん、消せない、うん、全部フルに 1,2,3,4 埋めちゃうと消せないんですね。 それがちょっとまあ普通ありえないんですよ、うん、で消そうと思ったら、消そうと思ったら、ここだったかな、ここら辺クリックして、あった、エディットQ ここを選んで、超やりにくいですね。ちょっと皆さんこれタブレットだから今回見にくいかもしれないんですけど、まあ、とにかくもうクソめんどくさいです。もうやばいやばいぐらいめんどくさいことを今やられてますね。で、やっとこさ消えるっていう。で、こうすると、はい、よいしょ、見た通り消えてくれました。初めて消えるということで、で、いわゆる鬼仕様ですよね。鬼ですね、はい、いわゆる鬼仕様です。だから陽介管理人もこれパーティーミックス9800円で、もうこれでちょっと始めたい人とかはこれでやっちゃってくださいとは言ったものの、うん、実は鬼仕様みたいな。実は鬼です、はい、しかも最後に設定したキューポイントに戻るんですよ、うん、というとどういうことですか。で、普通パイオニアとか普通の CDJ の感覚でいると、はい、自分で設定したキューのところ、例えば頭だったら頭に戻るんですけど、うん、そうですね。これ今もうポイント消しちゃったから分かりにくいんですけど、最後に4を押して、うん、決まったキューポイントに飛んじゃってるわけです。例えばそれはどういうことかっていうと、まあよくありがちなのは曲の最初ら辺にキューを設定、メインのキューを設定しますよね。例えば、じゃあそれでまあどうですか、開始1秒のところでメインのキューを設定したとしましょう。で、ホットキューをその後に10秒のところに設定したとしましょう。そしたら10秒のところホットキューを押しちゃったら、メインの1秒に設定したキューは消えちゃうんですよ。しようとして。で、一番最後に押したホットキューのところにジャンプしちゃうんですよね。そういう仕様になってるんですよね、これ。多分。まあ、今現在ですけどね。今現在。今現在は。で、それが、まあ、いわゆるパイオニアだったりだとか、まあ、トラクターもセラートもそうですけど、と違うんで、ちょっと困惑するわけですよね。だいぶ困惑しますね、はい、だいぶ困惑します。しかも頭まで戻ろうと思ったら、うん、これまだ
タブレット端末なんでこう指でいけるからいいんですけど、うん、もうそうじゃない普通のノートパソコンだったらきついですね。もうこうカーソル持ってって、うん、マウスか何かで頭まで戻らなきゃいけない。はいですね、うん、これが結構ねプレイしてる時にいちいちこんなことやってらんないと。やってらんないです。もしかも今押し間違えたらまたここの真ん中の球まで戻っちゃった。だから多分これあれですよ紫さん、リロードする人とか多分いますよ。もう一回デッキに入れ直す。ああ、はい、要はそのこれリロードしてもポイント残ってるんです。あ、マジか最悪じゃん、うん、そうなんです。うん、あっていうようなですね、まあいわゆるクリティカルな鬼仕様みたいなところあるんですけど今日はですね、鬼仕様のでどうしようかなと思ってたところ、もう天使様が舞い降りたということで、はい、題して、おたれこ紫マッピングということでですね、はい、紫さんがなんとですね、この皆の者のですね、あの危機を救ってくれたというメシア様でございますので。で、それを一個一個紹介します。で、これは、おたえレコードの特典で、まあ、今のところ、さっき決まったばっかりなんで、お付けする、予定でございます。で、何らかの形で供給はできるようにさせていただきますので、ちょっと、それの参考資料として、はい、ご使用いただければなと思います。で、あくまで、これはですね、プライベートで作ったものなんで、メーカーさんは一切関係ないので、そこは、ね、まあ、なんていうんですか、こう、ご理解いただいてから使ってもらうという感じになりますね。はい。いうことで、じゃあ、始めさせていただきたいと思います。あともう一つ。これ今、はい、画面がデフォルトの画面になってまして、これ、バーチャル DJ、はい、インターフェースの部分で、好きなように変えれるんですよ。うんうん、まあ、これ画面の構成がですね、はい、これなんか出ましたギリギリ、はい、はい、公式で配ってるやつなんかどっかで見たことある気がするんですけど、まあいいですか、それそう、はい、うちにも1台転がってるんで、でバーチャル DJ のページ見たらあれこんなスキンあると思って見たりしてまあ、はい、で、このパーティーミックスですね、はい、これに最初からついてる、うん、よいしょ、スキンがこれなんですけど、うんうんうん、これだと、まあ、あ、これはさ一番最初に入ってインストールしたら、はい、これですこれ。あ、これですね。これです。あ、これデフォルトのスキンですよね、はい。これだともう、うん、コントローラーと全く同じ画面構成になってて、完全アサインしてるわけですね。はい、これはこれでいいんですけど、うん、うん、いいんですけど、おー、うん、非常に。あ、ちなみにこれモノラルで接続してるのは別にそんな意味ないので、あ、意味ないです。はい、気にしないでください。まあ、これ気にしないで、本当は2本出てますけどね、はい、